ぶれない選手、ね、そういうこうマインドの持ち方っていうのが強い選手、ね、強い人に自分を成長させていってくれる強い選手とは、チームの核となる選手、ね、その要素とは決して技術ではない、周りに影響を与えられる選手なんだ、自分が結果を残す選手っていうことではなく、ブレない選手ね、これ一つ一つ細かく説明するといろんな要素が入っていて深いですが、まあ原監督が一言で言うならば、強い選手とはブレない選手だ、でブレない選手とはこちらの二つ、こういう要素が必要だという話をですね、していました。もう一つですね、強い選手っていうのは今野球ですから勝負師でなければならないというふうに言っています。勝負師ね、で勝負師に大事な要素っていうのもまたこれ原監督一言で言ってくれています。勝負師とは繊細でなければならないというふうに言っています。またこっちに移動します。繊細でなければならない、これねどういうことかというと、このさっき挙げた3選手っていうのはこれみんなね繊細な選手っていうところが共通していたというふうに言っていますね。小笠原選手、なんで休まないでずっとプレーできんの、あんなにね、あんな腰痛めそうなスイングして、でもずっと試合に出続けるってどういうことって言ったら、やっぱりね、コンディショニングをめちゃくちゃ丁寧に整えているから、また次の日も元気にプレーできる。ねえ、ラミレス選手、あんだけ精神が強いのはなんでって言うと、いろんなところに細かく目を配っているからなの。ねえ、谷選手、なんであんだけチームに貢献できるのって言ったら、繊細的にいろんなこのね、チームのところにいろんな目を向けて、そして自分の役割、どこ必要かな、どこ自分のこと呼んでないかなっていうふうに、ね、俺今何やったらいいかな、ね、考えているから、こうやってチームに貢献できる。ね、繊細に物事を見ない選手は勝負師にはなれないというふうに言っていますね。漠然としたプレーはダメですよ。ね、ただこう漠然とプレーしてね、自分が活躍した活躍しない、ね、試合で勝った負けた、ね、それだけ持ち帰っても何も次につながらない、ね、そうじゃなくてこの1試合のトータルの中でね、試合の勝ち負けとかもうそういう部分じゃないところで気づきを持つこととか、ね、何かいいことあったかな、ね、何か改善点はあったかな、ワンプレーワンプレーいろんな要素に目を向けて、そこからいろんな気づきを得るっていうこと、そしてそれをまあ反省し改善していける選手、これが勝負師であり、勝ち負けに強くなる選手だ、ね、これ指導者も一緒ですよね。そういうふうに言っていますね。ポジティブとは、ね、言った時にポジティブってどういうふうに生まれるかっていうと、ただなんかいいことも悪いことも全部へーよっしゃーつって、ね、前向きにポジティブポジティブっていうふうにやる人が、いやポジティブではない、これはただの天然ね、バカですよね。ただのおバカさんなわけですけども、本物の、真の強いポジティブってどういう選手かって言ったら、今回僕が思ったのは、深い気づきが得られる人。これがね、本当の意味で、ポジティブに次に進んでいける人なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。こう、ただ表面的にね、勝ち負けとかで判断する、そういう人じゃなくて、次につながるものを見つけられる人、そこに気づける人、ね。だから、勝った試合でも、バーっといろんなところに目を配って、どっか改善できるとこないかなって見つけられる、ね。今日、自分のグラウンドに戻ったら今日練習するところないかな、ね、勝った試合の中でもそういう改善点を見つけられる、ね、まあ、自分のプレーでも一緒ですよね。逆に負けた試合、自分が活躍できなかった試合の中でも何か良かったところないのかなっていうふうに見つけられる人、ね、自分が成長した点ですよね、そこをしっかりこう判断できる人、ね、気づける人、そういうのがまたポジティブに次に向かっていけるんじゃないかな。逆にね、漠然とこの勝ち負けっていうものに対してだけこう目を向けていて、こうそれだけ受け入れていると、ね、勝ち続けていてもまた勝たなきゃいけないっていうプレッシャーを受けるし、負けていたらね、どんどん自信をなくなっていくしね、これじゃポジティブにどっちにしろ前に進めないわけですよ。ね、そんな中でも、そこに目を向けるんじゃなくて、また次につながる、明日につながる、この次の時間に つながる小さな小さな気づきを一個一個見つけられる人っていうのが、ポジティブに、前向きに次に進める人なんじゃないのかなっていうふうに僕は思いました。ね、そういう考え方ね、そういうこうマインドの持ち方っていうのが強い選手、ね、強い人に自分を成長させていってくれるんじゃないのかなというふうに僕今回学びましたね。強い選手とは、チームの核となる選手、
ね、その要素とは決して技術ではないということが分かったんじゃないでしょうか。もちろん技術も大事ですよ。技術も必要なんだけれども、強い選手で替えの効かない選手っていうのはどういう選手かって言ったら、周りに影響を与えられる選手なんだ。ね。自分が結果を残す選手っていうことではなくて、自分がいることで周りに、チームに大きな大きな影響を与えられる選手。それがですね、替えの効かない選手であり、そして一番難しい。強い選手であるというふうに原監督は言っている。絶対に強いチームには強い選手が必要だ。あなたがなれ。ありがとうございました。